皆さんこんにちは、今日はですねお店のお庭でクリスマスローズが咲いたので摘みに行きました。はい、皆さんもぜひ摘んでみましょう。はい、もうちょっとこっち向きようか。はい、こんなにたくさん咲いています。かわいいですよね。はい、こっちにもね咲いてますよね。はい、じゃあかわいいこの子たちのですね命を少しいただいて、はい、お店の中に明るくしていきたいなと思います。ほらかわいいね、いっぱい咲いてるんだよ。ほらね、ちょっとシックな色がとってもかわいらしいですよ。この子たちはね、年々増えるんです。かわいいよね。はい、じゃあ、場所で、ちょっと移動しましょう。ここにもね、はい、いっぱい咲いてるの。いっぱい咲いてるの。わかりますか？起きるかな？ノイバラの花芽がいっぱい、はい、こんな感じで詰めました。はい、じゃあもうちょっとあっちの子も詰めたいなと思います。あ、ここに白い子がいた。この子もいいかな。ねえ、こんだけあったらさ、ちょっとしたブーケだよね。ほら、クリスマスローズのブーケって可愛くない？ねえ。こうやって、こうやって。よいしょ。こんな感じですか？ほら、わ、これさ、リボンかけてもらって、プレゼントしてもらったら、嬉しいよね。はい。どうぞ。はい。じゃあ、あなたにあげる。かわいい。はい。じゃあ、これは今日はね、私の音と、はい。リーディング動画で、これをね、飾ろうかなーと思ってます。よいしょ。こう、ちょっと、またね、切らなきゃ、足元がね、ノイバラがすごいの。ノイバラがね、はい、なのでちょっと避けながらね歩いてるんですけど、はい、かわいいね。はい、じゃあまた私のリーディング動画も楽しみにしていてくださいね。バイバイ。ここでリーディング撮ってます。ここで、うん、鳥の声がするよね。気持ちいいな。ピーピーって言ってる。この右に見えるのは白樺の木です。もうちょっとしたら葉っぱが出てくるね。またこの春からもよろしくね。みんながね木陰になってくれるの嬉しいよね。はい、八ヶ岳の森からお届けしました。またね、バイバイ。